今ブレスレット、はい、おので流行ってるんですか。今週の輝きさん。おはようございます。アルミカンの高橋沙織です。今日は三木市にあります山田錦の館にやってきました。ご存知のように山田錦って兵庫県自慢の酒米なんです。こちらでは山田錦を使ったお酒や地元の農産品や特産品などがたくさん販売されてます。さあ輝きさんに会うため特別に許可をいただきバックヤードに入らせていただきます。ちょっと厨房に入らせてもらうということでこのように完全防備で臨ませていただきます。ちょっと久しぶりの出演やのにこれ誰か分かります？大丈夫ですかね。失礼します。今回の輝きさんは藤村さんと中谷さんという方というふうにお聞きしたんですけれども、あら可愛らしい若い女子、よろしくお願いします。藤村彩さんと中谷渚さんが働く企業組合彩雲は山田錦の館を拠点に地元の農産物を生かした惣菜、パン、お餅などを生産・販売しています。彩雲は地元の女性を中心に15人で運営していますが、ほとんどが40歳以上でした。地産地消で地域に貢献したり、また6年前から地元高校の卒業生を正社員として採用する活動が認められ、2019年に地産地消等優良活動表彰で農林水産大臣賞に輝きました。藤村さんと中谷さんは地元高校の卒業生の正社員第1号、彩雲の若きパワー。今何してはるんですか？キングブレッドの今から成形をちょうどするところです。キングブレッドとは、はい、山田錦の米麹を使った白味噌を練り込んだパンなんです。お二人はじゃあパン職人さん？はい、自宅から1時間以上かけて出勤、毎朝7時半から2人でパン作りを始めます。どんどんいろんな作業を目まぐるしくされてるんですけど、1日でどんな作業をされるんですか？食パン生地をこねて、で菓子パン生地それと同時に作って、うん、午後から焼き菓子作って。あ、お菓子も？はい、すごい、もうほら目まぐるしいもん、ものすごいバタバタで。向かいで和菓子を作っているのは3年後輩の門脇さん。中谷さんはどんな先輩ですか？リーダーシップがあるなと、すごいみんなを引っ張る力が。藤村さんはどうですか？藤村さんは誰にでも優しくて、すごいなんか接しやすいというか。あらいいですね、そうなの？はい、嬉しい。親子ほど年が離れているとおっしゃるベテランさんは、この子たちはできます、やります、やってみせますっていうパワフルでよく頑張ってくれてます。あ、逆にもうちょっとこうしてほしいなってとこないんですか？結構ね、頑張ってくださいって言われるんですよ。あ、逆にきついです。この会社にとってどういう存在ですか？なくてはならない存在じゃないですか。そんな二人はどんな関係なんでしょうか？プライベートとかでも仕事とかでも変なことしとったら、それはちゃうって言ってくれるんで、何でも言えます。うん、いいことも悪いことも、うんうん、喧嘩することとかないですか？うん、喧嘩めっちゃしますよ。めっちゃする。お互いのこだわりがそれぞれにあるんで、かなり仲いいと思います。うんうんうん、プライベートでも遊びに行ったりします？します。あ、旅行とかも行きます。そう。ここで焼きたての看板商品キングブレッドを特別に試食させていただくことに。ちょっとめっちゃ美味しそう。熱い。あ、ちょちょめっちゃ美味しい。噛めば噛むほどこう甘みが、めちゃくちゃ香りがいい。
店頭に並ぶパンや洋菓子はどれも藤村さんと中谷さんが一緒に開発したものです。午後1時、ようやく昼食の時間です。ここで彩雲代表理事の伊王さんに2人についてお聞きしてみました。お二人の作るパンはどうですか？やっぱり気持ちがね、入ってると思うんですね。焼き上がった時にお優しさやら、そういったのが表されてる。実際ここで働いてよかったなと思う？思います。よかったです。わー、うん、この若者っていうのはどういった存在ですか？私の宝物です。あら、はい。忙しい合間を縫いながら新メニューの開発も。この日は中谷さんが作った山田錦の米粉を使ったケーキの試食会です。なんか言ってよ、うん、美味しいはなし、苦い藤村さん笑顔でダメ出し。忌憚のない意見が言えるのも仲のいい証拠。午後4時半、お仕事終了です。また雰囲気変わりますね、やっぱり。そして仲良しすぎて私服もどことなく似てない？似とる、かぶってんの。どうですかこのお仕事？毎日いろんな発見があるから、なんやろ、楽しいです。いろいろ勉強にもなるし、うん、達成感もあるし、使命感もかなりありますね。こっから先どんな風になりたいとか夢はありますか？なんか作るのが自分自身めっちゃ好きなんで、その休みの日とかも結構お菓子とか作るんですけど、年取ってからもずっと何か作っていきたいです。郷土料理的なもの、そのちょっとこう煮物とかそういうのが少なくなってるような気がして、そういうのをもっとこう広めていきたい。さらに若い世代にも伝えていきたい、はい、わ素敵。今日一日お二人の仕事ぶりを拝見して、地元への愛情、そして美味しいものを届けたいっていう熱意を感じました。若い力でますます彩雲を盛り上げていってほしいですね。藤村さん、中谷さん、確かに輝いてました。子どもたちが描く個性豊かな絵、皆さんも子どもの頃ノートや画用紙に描いて遊びましたよね。今回はそんなお絵描きをある特別なものに大変身させちゃう話題のスポットを2つご紹介します。かわいい絵、何かのキャラクターかな。この絵がなんとぬいぐるみに大変身。このぬいぐるみを作っているのが芦屋市にあるエソラワークス。こちらでは子供が描いた絵を職人が立体化しぬいぐるみにしてくれるんです。その名もクリッチャ。想像を意味するクリエイトとおもちゃを合わせて名付けたもの。子供たちに自分の想像力が一番の宝物と思ってほしいからなんです。このクリッチャを考えたのが代表の白石さん。どうやって作ってるんですか？基本的にやっぱり絵が送られてきて、その絵を見てどういう風なその立体にしようかを考えて、こう膨らましていくという設計図を書いていますね。触れるっていうのがこのぬいぐるみのメリットやと思うので、子どもが触って肌触りを楽しいとか面白いと思ってくれるのが一番だと思うので、子どもの雰囲気のあるタッチですね、こう雑に塗られたものがその毛並みのように見えたものはその毛並みのあるものを使ったり、こう丸く塗ってるものがこう、まあ、イボのように見えるようでしたらイボのあるような生地を使ったりというのももちろん考えながら、はい、選んでいきます。やはり面白いところをちょっと強調しながら作るっていう、その忠実に一辺も寸分狂わないように作るんではなくて、面白いところをこちらで強調してアレンジをしながら作るっていうことを
に重きを置いてますね。ただ単に作るのではなく、白石さんの構想やアレンジが加わって出来上がるんですね。お客さんは小さいお子さんの絵が多いんですが、中には大人になってから幼い頃に描いた絵をぬいぐるみにしてほしいという方もいらっしゃるんですって。もともとはですね、友人のところに遊びに行った時に、あのお孫さんが描いた落書きをおばあちゃんが刺繍で塗ってくれて、それを飾ってあったんですけども、それを見た時にすごいアートでいいなと思って、あ、うちの娘にもと思ったんですけども、と同時に、あ、うちの娘やったらもっと触れて動くもの、あ、そっか、ぬいぐるみだったらもっと喜ぶなというふうに思ったのがきっかけで、やっぱ見えてない部分が僕らは自分らのアレンジができるところで楽しいのかなと、まあ、そこは多分クリエイター冥利に尽きるのかなと思って、例えば、まあ、こういう女の子、まあ、スカートとかいろいろ履いてるので中身は正直見えない、パンツを柄物にしたり、この子もスパッツにしてますけども、はい、こういう風にしてみたりとか、この柄ですね、柄が本当は色はついてないんですけども、はい、いろいろとカラフルなものにしたり、こうちょっと面白い尻尾を作ってみたりとか、こういう部分は僕たちが遊ぶ、僕たちも一緒に遊べる、はい、部分なのかなというふうに思います。自分の絵がぬいぐるみになるなんてことを想像してないので、うわすごいって喜んでくれるかなと思ってたら、意外とはどういうことみたいないうような顔をされまして、だんだんと分かってくると喜んでくれるというのが、まあ、僕からすると、まあ、してやったりなのかなというふうには思います。エソラワークスではぬいぐるみだけでなく、スマートフォンの LINE アプリのスタンプも作っています。とっても可愛いでしょ。プレゼントにいかがですか。いかがですか。続いてはお絵かきがあの美味しいものに大変身しちゃいます。やってきたのは伊丹市にある赤い壁とネズミのマークが目印の洋菓子店、パティスリーニルバーナ。うわー、色とりどりのケーキがいっぱい、どれも美味しそうで目移りしちゃいます。たくさんの焼き菓子も並んでいますね。すみません、こちらのお店では絵が何になるんですか。当店ではお写真キャラクターケーキといいまして、お客様がお持ちいただいたお写真やイラストを食用色素で食べられるシートに転写加工させていただいております。じゃあこの絵もケーキにできるんですか。もちろん大丈夫ですよ。こちらのお店でケーキを作るのはシェフパティシエの愛野さん。お菓子の本場フランスや数々の一流ホテルで修行し、2006年にパティスリーニルバーナをオープン。完成しました。おーすごい、ハバタンのケーキができちゃった。さっきのハバタンのイラストがそのままケーキに。これは一体どういう仕組みなんですか。でんぷんをこう薄くシート状に伸ばしたものがあるんですけども、そちらの方に食用の色粉で転写するという形で、まあ、例えば写真とかイラストとかをそのまんま、転写して、食べれるシートに移すという形になってまして、全て食べることができますので、はい、安心して食べていただいて結構です。まさにお絵かきがケーキに大変身ですね。まあ、ケーキだけでも十分喜んでいただけると思うんですけども、まあ、それ以上にやっぱりもう一つこうサプライズ的な要素があるた方が、まあ、誰しもが感動できると思うんで、そういうので写真ケーキとか、のさせてもらってます。まあ、例えば感謝状的なものを使って、誰かに、ねぎらうとか、そういうのでもいいですし、結婚式の写真を年行かれてこう金婚式とかでそういう時のお祝いに載ってたりすると、昔を懐かしんでいただけるかなと思って、まあ、いろいろな誕生日に限らず使っていただけたらいいなと思います。他にもたくさんの人に喜んでほしいと
ウェディングケーキや愛犬用のケーキなども作っているんです。愛野さんのケーキへの思いが伝わってきますね。ぜひ写真ケーキサプライズ等で使っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。渡してみてくださいね。お子さんの大切な思い出の絵をエソラワークスやパティスリーニルバーナで特別なものに大変身させてみませんか。教えて兵庫。こんにちは、梅雨の紫です。さて今回の教えて兵庫テーマは認知症です。いや認知症最近よく聞きますね。でも分かってるようで分かっていない。いやそこで今回は認知症について正しく理解するためにいろんな人に会いに行きます。紫さんがまずやってきたのは小野市地域包括支援センター。ここは高齢者を支える総合相談窓口です。専門知識を持った職員が介護サービスや日常生活支援などの相談に応じています。そもそも認知症ってどういったものっていうか、物忘れっていうところはもちろん種の症状にはなってくるんですが、どうしてもこう進行してきたりとか、ストレスがこうかかってちょっと問題行動といいまして、徘徊が始まったり、ちょっとこう暴力が出たり暴言があったりということの症状が出ることもあります。関わり方一つでやっぱり認知症の症状って変わってきますので、その方に、あった関わり方っていうことができることで、穏やかに過ごすことっていうことはできるかと思います。とここで紫さん気になるものが。お二人今ブレスレット、斧で流行ってるんですかそれ。こちらです。いいでしょう。認知症サポーター養成講座を受講された方、サポーターの証なんですけれども、認知症サポーター養成講座とは市や町が住民、企業、学校向けに開催する講座です。認知症サポーターは正しい知識を持ち、認知症の人と家族を温かく見守る応援者で、受講者にはその目印となるオレンジリングが渡されます。実際その講座を、受けた人ってどれぐらいいらっしゃるんですか。そうですね、昨年の6月末までに9015名。9000、さらに認知症は初期の対応が非常に重要と言われているため、医師をはじめとする専門職で認知症初期集中支援チームを結成しています。実際ですね、認知症にかかられる方ってどれぐらいいらっしゃるんですか。そうですね、65歳以上の方で7人に1人、それが現在ですので2025年には、5人ですよ。そうです、5人に1人の方が認知症になると言われております。紫さん、兵庫県版認知症チェックシートを体験してみることに。財布や鍵など物を置いた場所が分からなくなることがありますか。はい、時々あるよ。25点です。31点以上の場合は認知機能や社会生活に支障が出てるからだ。そんな遠くないよ。皆さんもぜひチェックしてみてください。さらに小野市では、こちらお出かけ見守り QR コードシールというのがございます。こちら簡単に服とか衣類、こういったものにつけることができますので、小野警察署の方にも情報共有しておりますので、徘徊の時などに早期発見につながるということで、登録された方の情報が分かるようになっております。ただ読み込んだだけでは本人さんの、情報が分からないので、個人情報の保護になっておりまして、実際認知症にかかった方も大変ですけれども、それを介護するご家族、こちらも大変ですよね。仕事だけじゃなく、結婚を諦められる方もいらっしゃいますので、やっぱそういったところで上手にやっぱ制度とかを利用していただきながら、自分の生活も大事にしながら、やっぱりお父さんお母さんの介護もしていただきたいなと思いまして、そのような取り組みをさせていただいております。続いて紫さんがやってきたのはカフェ。
小野市では地域の方が気軽に利用できる集いの場として認知症カフェを9つ展開しているんです。カフェを手伝いながら10年間認知症の夫を支え続けているこの女性、ご夫婦でよくカフェを利用しているのだそうです。みんながね、励ましてくださったからね、うん、ここまで行けたんやなと思ってね、うん、よく話するからね、うん、恥ずかしいことでもないと思うし、分かってほしいなと思って、はい、自分一人やったらね、何もできないね。そうよね。ね、まあ、本当にありがたいと思ってます。うん、ね、この喫茶がね、楽しみなんです、私も。うん、生きがいっていうのかな。お父さん、楽しい？おいしい？まあ、おいしいだけな。あの言うことはあれ。その方が言うことない。あれ、もう言うことはちょっとやん。どうですか？楽しい。楽しいじゃない、これはできるかいな。ね、お父さん、ここいいし、スプーンこれ。スプーンとかね。ここや、ここや。あ、そうそうそう、上手上手。うん。飲めた、やっと飲めた。ここに来て、お友達できました？まあ、ちょこちょこと見せます。ご家庭で認知症状のある方であるとか、介護の問題で疲れてられる方であるとか、いろんな高齢者の問題あると思うんです。そういう方たちがカフェに寄って問題を共有しながら、みんなで、あ、そういう問題もあるよねって、大変だよねって、うちのおじいちゃんこんなんだよ、おばあちゃんこんなんだよっていうのをお話しして、またちょっと心軽くしていただいて、またお家で介護頑張っていただける、そういうような福祉と地域をつなぐ場として使っていただけたらなと思っています。ところ変わって三木市。大丈夫、みんなと同じ心だよ。小学校4年生の子どもたちが認知症サポーター養成講座を受けてくれて、その受講の後で感想を書いてくれたものです。こちらでも認知症サポーター養成講座の開催や認知症初期集中支援チームによる活動が行われています。認知症の方を支えるのに、病院とか専門職、行政だけでは不十分なので、地域の方も一緒に支えていきたいなというちょっとしたことなんですけれども、それでスムーズに回ったり、サービスにつながったりすることがあるなというふうに感じています。認知症の方はこれからも増えていくと思うんですけど、そういう時に相談センターだけが相談場所じゃなくて、地域の中にも気軽に相談できたりとか、支え合えるような場所ができるといいなと感じています。認知症の方を地域でサポートしようという動きはこんな風にも広がっています。ホープ神戸しじみ店では、みんなの憩いの場という風になっています。子どもからお年寄りまで、誰でもコープを利用する人は来ていただいて、ここで休憩していただくという場所になってます。店舗の一角に誰でも立ち寄れるスペースを設けているんです。図書に、囲碁、そして大きな麻雀牌まで。コミュニケーション麻雀と言いまして、こちらのこういった大きなパイをですね、並べてここで麻雀をすると。これが大人気なんだそうです。さらに認知症対策をテーマにした寸劇を披露するなど、地域でのサポートに取り組んでいます。ちょっと変わったよねっていう組合員さんが多くいまして、で、昔はあんなんじゃなかったのにおかしいねっていうことを職員からよく聞きまして、でそれってもしかして認知症なのかもねっていう話をよくお店の中でしてたんです。毎日来られる人もいますし、毎週来られる方も多いので、その変化っていうのが意外と分かったりとかするんですね。地域のみんなで
見守りができるっていうのが一番いいスタイルだと思うんで、まあ、コープの職員も見守りしますし、コープに来てるここで休憩してる人もそういう人を見守ってあげれるっていうのが一番いいかなっていうふうに思ってるんです。そして実は9月は世界アルツハイマー月間で、認知症についての啓蒙活動やさまざまな取り組みを行っています。9月21日を中心に兵庫県各地でイベントやライトアップが行われます。姫路城、明石海峡大橋、明石市立天文科学館などがオレンジ色にライトアップされます。今日いろいろお話を聞いてですね、認知症がより身近なものになりました。認知症の方もまたその家族の方みんながですね、より安心して暮らせる街にしていきたいですね。兵庫県からのお願いです。県民の皆さんは県境をまたぐ不要不急の移動を自粛してください。特に接待を伴う飲食店など感染リスクの高い場所への出入りを控えましょう。感染防止対策がされていない酒類の提供を行う飲食店、カラオケなどの利用を控えましょう。発熱が続くなどの症状があれば帰国者・接触者相談センターへ相談してください。その際、基礎疾患をお持ちの方などは早めにご相談ください。接触確認アプリココア、兵庫県新型コロナ追跡システムの利用をお願いします。引き続き兵庫スタイルに取り組んでください。また患者、医療、福祉関係者、お店などへの誹謗中傷などは絶対にやめましょう。事業者の皆さんへのお願いです。ガイドラインに基づく感染防止対策の徹底と感染防止対策宣言ポスターの掲示をお願いします。発熱などの症状がある従業員には受診を勧めましょう。兵庫県新型コロナ追跡システムへの登録をお願いします。またテレワークなどの取り組みを定着させましょう。医療機関、社会福祉施設の皆さんへのお願いです。職員、通所者などへの感染防止対策を徹底してください。健康に不安がある職員には直ちに受診などを促しましょう。リモート面会に切り替えましょう。医療関係者など頑張っておられる方への感謝の気持ちを持って、引き続き感染防止への取り組みをお願いします。